コーチ、コーチは別に、まあもしニュース部とか辞めちゃうになったらし、コーチやるかもしれないよ。一応スリまで生きてるから、仕事がなくなったらやるんじゃないかな。知らんけど。まあニュース部ってあれじゃん。めっちゃ人気がある時もあるし、人気がない時もあるじゃん。もし俺が人気がなくなって、YouTube でもできないとしたら、コーチするかもわからん。俺は正直コーチよりなんか、おじじみたいにチーム作りたいけどな。今頑張ってお金貯金して、遠い未来にチーム作って、やっても悪くないかもな。まあ今のところでは、あんま、わかんないけど、お金めっちゃかかるよ。やっぱ、チーム作るためには。スポンサーあるまで、スポンサーできるまでなんか、全然お金ない感じだから。まあワンチャン、俺がチーム作ってメンバーもいい感じだったら、スポンサーは来るんでしょ。チームの名前とか、まだわかんないよ。遠い未来だから。一応、ユースやめちゃおうになったら考えてみるわ。